台湾の文学は、長期的な政治的、地理的な制約により、中国文学の支流、または、偏水文学として捉えられることが多く、その発展には、大きな制約が存在した。また外部からの統治者による抗議の植民地として一貫、された、著者系統が確立されることがなかった。その状況下で原住民の交渉文学、中国古文、白和文、 日本語、台湾語などによる多様な言語による台湾文学が成立することとなった。このような多様な言語が生み出す意識形態、小石矛盾、植民地文化などの衝突は台湾文学を根本で定義することが困難な状況を生み出している。台湾の文学は日本統治時代の新文学、反響文学及び現代主義文学をその発祥とし、 1970年代以降に、海峡、郷土、政治、女性文学が登場し、2000年代に、さらに新しい形態が登場し、台湾文学の中の重要な地位を占めるに至っている。このほか、つとむし文学やネット文学などが多元化の、潮流に合わせ発展、相互競争を繰り返しながら、新しいメディアで紹介され、新しい台湾文学の一面を形成している。 現在映像メディアの脅威にさらされながらも、台湾の文学は、旧来の様式を基礎に、新たな様式を創造し、発展を続けている。講義での台湾の伝統文学とは、古文で書かれた作品を意味し、定市政権の時代より継続して発展してきた。定市政権時代の陳公文の文集、定業の東壁楼集などが代表する作品であり、 また東銀社の創立は、台湾における、死者の先駆となった。新書、幾久市川による、非回帰優、公祝の、大開始左翼は有名な優、学部の三文である。新代の本土文人である、諸羅の王勝都市、宝庫の最低、蘭、昭華の、沈潮橋、淡水の高高氏、宗隆氏、新築の帝王鈴、林占い梅などが、 代表的な文人である。それ以外に、学ぶ友人誌流やはかりごとの、海音誌、未回収などは、当時の社会状況を反映した作品を残している。新末の学ぶ友人誌としては、大賀安氏、陽春、林強氏、五志公、統計数が、本土詩人としては、陳正栄、李梅洋、岡愛子摂氏広氏などが知られている。 特に台南及び台北に着任した統計数は地方文学を盛んにして歯科を台湾に普及させた点が評価されている。昭和7年前頭詩人大会写真。これらの伝統的な文学は日本統治時代になっても発展を続け、連宮美堂が発行した月刊誌台湾司会では伝統的な文学の記録に大きく貢献している。またこの時期には 台湾全島で370を超える死者が成立し、その中でも台湾中部のクヌギ社、南部の南社、北部の A 社などが代表的なものである。そして来は、周庭山、鎮巨国、大敏川、林茨南等の新旧文学双方で活躍する文人も登場している。日本統治時代の文学雑誌としては、 四方が最も歴史あるものとして刊行され、それ以外に、風月法、台湾文芸創始、高市制道徳法、南英仏教会法などにより多くの伝統的な文学作品が発表されている。日本統治時代の台湾分断を代表する、林剣道の作品としては1927年に台湾文化協会が分裂した際に欧米を留学した際の 環球勇気が代表作として知られている。林剣道は1927年から1954年にかけて関連日記を発表。台湾文学史上最も重要な私、文学として高い評価を受けている。この他、超霊春の水竹巨主人日記は、くぬぎ者の研究内容を紹介するものであり、日本統治時代の地方文学、経済、 社会などの文化を紹介した作品も登場している。この他、台湾日日新報、台南新報、台湾新聞、台湾民報、昭和新報、369商法、南英新報などの新聞が発行され、伝統的な台湾の文学を紹介する媒体となっていた。台湾新文学の父、来は文学は時代を映す鏡であり、時代の変遷とともに、 文化もまた複雑な変化の過程をたどることとなり、台湾の文学もその歴史の影響を受けたことは例外ではなかった。当時青年期にあった台湾文学は中国大陸の影響を離脱し、日本統治時代に台湾の新聞学が登場し、独自の発展を遂げるようになったと言われていると同時に中国古文を離脱した新聞学運動は、 中国近代史と密接な関連を有す潮流であったことも否定できない。1919年、東京市における台湾留学生組織である啓発会を新民会に改編するとともに、機関紙として台湾青年を創刊し、これは政治運動、社会運動の講師となった。その後は、南音、台湾文芸、台湾新聞学などの文芸史が、 次々と始められることとなった。古史から脱却した台湾の近代文学は白和文運動の先駆者とされ、中国で発生した54運動との関連性が研究者から指摘されている。新旧の異なる文学概念及び台湾における特殊な文学、言語環境はその後の新旧文学論戦へと発展した。しかし、 台湾の白和文運動は勃興して間もなく、台湾総督府により制限を受けることとなり、運動は低迷していく。1930年代、白和文運動により熱を帯びた台湾文学の発展は、台湾総督府による制限により間もなくその潮流は消滅した。しかし1930年代初期になると、台湾の文学、言語、俗軍意識による、 台湾郷土話文論戦が論じられるようになった。1930年、鉱石輝きは東京において郷土文学論争を提唱した。それは日本という異なる環境の中で台湾の文学とは台湾の事物を描写したものであり、台湾の民衆を感動される文学を台湾語によって表現しようと提唱したものである。1931年、 台北在住の各秋代は功績輝きに賛同し、さらに問題の真相化を行い、台湾語文論戦を提唱。台湾の作家は台湾語による作品発表を行うべきであると提言を行い、台湾新聞学の父と称される来話の全面的な支持を獲得するに至っている。その後台湾の文学は台湾語や中国語を使用し、 台湾を主要な題材として描写すべきだとして、台湾新聞学運動の文人間における大きな論点へと発展している。しかしその後は、戦時体制の強化とともに、日本式教育が浸透したことでこれらの論争は十分な発展の機会を与えられることなく、最終的には、総督府による、 公民化政策に埋没する結果となった1934年から1936年にかけて超新切と雷ヒロが中心となり台湾人作家による台湾文芸連盟が組織され1936年11月には機関紙として台湾文芸が創刊されたその後は陽気と波頭により台湾新聞学者が別組織として設立され雑誌 台湾新文学が創刊されている。これらは表面的には文芸活動を提唱していたが、実際には政治的な目的を有す文学結社としての性格が強かった。1937年の六光橋事件以降は、総督府は国民精神総動員本部を設置するとともに、公民化運動を推進、中国語の使用制限政策により、 台湾新聞学が廃刊に追い込まれている。戦時体制下の台湾人作家は、日本人作家を中心とする団体のもとに集結することが余儀なくされ、1939年に成立した台湾詩人協明会や1940年に改編された台湾文芸家協会などの組織の中で活動していた。文化面で言えば、台湾文学は、 台湾人内部の心情と台湾文化の本質を探求しており、表面的には平坦な活動であってもその本質は政治運動、社会運動がもたらした衝撃と自己反省にあり、台湾文学界は台湾文化問題の思考に目覚め、台湾文化を基礎に台湾文学を確立しようとしたものであった。1930年代から終戦にかけては台湾における 日本語文学の前世時代であった。その時代を代表する作家としては、西川光浜田駿、荒垣孝一、陽王寺旅格若家、張文館、竜明衆などが挙げられる。太平洋戦争終結後、台湾は中華民国の統治下に組み込まれる。当初は中国国民党政府との蜜月状態が続いたが、文学と政治環境の相違より、 台湾文学は、停滞期に突入する。この停滞は、国民政府による、言語政策に起因するものであり、国語推進政策や、1947年の2.28、事件などが、その直接の原因である。加えて、両格和化、超文化、陽気及び、大城府知等の著名作家が、程度こそ異なる政治迫害を受けたことにより、多くの作家が、 執筆活動を中断、台湾の文学作品は減少の一途をたどった。こうした状況下、競技の台湾部分学帝大器とされる1960年代、以前の改元令初期には、台湾自身とは無関係な反響文学や外省人作家による海峡文学が数多く発表された。1960年代から1980年代にかけて、 政府の主導する反共文学と海峡文学が大きな勢力を占める中、朝鮮戦争の終結以降、アメリカ合衆国政府からの経済援助によるアメリカの生活様式が浸透する中で現代主義文学が放火してくることとなった。これらには小説以外に現代史も含まれ定型化された反共文学への不満を表明するとともに、 伝統文化が内包する改革に反対する意識と反省を含むものであった。この文学潮流は1960年代から1970年代にかけて、白崎、イサム、マナトチニエマなどの新進の現代主義文学作家を誕生させることとなった。また、台湾の都市生活、農村経済、社会危機、 価値観念などに対する理解の進化により、大定かず、勝利は、小はじめ李隆氏木春民などによる、郷土写実文学と称される作品をも生み出している。これらの文学潮流は戦後台湾の文化創造運動として捉えられている。反響文学は1950年代の台湾における特徴的な文学形態であり、 反共産党あるいは反中国共産党を主軸とした文学作品である。国民党政府の支持以外に北京を母語とした外省人の支持を受け大きな文学潮流に成長した。反共文学の作家は、主日をはじめとする軍人作家といい気を発表した、党活法をはじめとする旧来の文学作品から転向した。 外省人作家である。1950年代は台湾における反共文学の最盛期であったが、1960年代になると、小解石が提唱した中華文化復興運動の影響を受け発表作品は減少の一途をたどった。反共文学と同系統である海響文学は中国大陸の記憶に基づく文学作品であり、その担い手は、 国民政府の指示を受けた外省人作家である。反共文学に比べ母語を一にする本省人にも比較的受け入れられたのが特徴である。本省人にも受け入れられた代表的な作品として、封建社会への批判と個人の描写が特徴とされる、林海音による城南球児が挙げられ、台湾社会の価値観に対し少なからずの影響を与えている。また、 講義の海峡文学としては、理工や二落のような外省人作家による作品以外に、東南アジアの華境作家によるバカ文学及び1970年代以降に登場した33文学が含まれる。若い世代により形成された33文学は3、民主義の3と3位一体の3を組み合わせた概念である。コランセと 超愛霊の影響を深く受けた主天文、主天心、バッシュクレイ、謝罪、春、イアミン、千枝などが中心となり、伝統的な中国文化と功労ローム研究である、クレナイ学への系統による、文学性の強調がその特性にある。このほ三33文学では、ほずり運動、理工の前半にしか、全版西カロン、オンミズヤスによる、 新州死者などの運動への集結もその特徴である。しかしその文学運動は、その活動開始後間もなくその行動主義が、国家文化及び政治意識形態と衝突するとともに、女王と愛を理想に掲げており、1980年代、初頭の外省人の文学意識の主流を占めるに至った。このように、中国文学と、 伝統思想を擁護した33文学であるが、その後の政治潮流の中で次第に影響力を失いつつある。しかしその源流である海峡文学は、北京語が台湾で優位な言語位を占めている結果、現在でも一定の市場を獲得している。朝鮮戦争の停戦とアメリカによる援助の影響を受け、1960年代の台湾社会は、 ヨーロッパ文化、思想の影響を受けることとなった。これは、政治経済面での一部解放以外に、文学でも、実存主義やシュルレアリスムが流星となり、現代主義に代表される、文学作品が、数多く発表された。代表的な作家としては、小説、号を発表した白崎勇、イ現実社会を超越した台湾人の内面を描写した、小説。 我がマナクロ目玉の七等星、ヨーロッパの価値観の優位性を唱えた、小説、家編を発表した、王文明、文学のヨーロッパ化と、簡易な用事を提唱した、三文、小太陽を発表した古瓶、シュルレアリスムを追求した、詩集、夢、ある、モノレー名を発表した、賞金などが挙げられる。1970年代以降になると、 台湾の生活の現実を描写した作品が発表されるようになった。これらの作品は台湾の都市、農村経済、社会問題、価値概念を作品に反映させるとともに進化させたものであり、郷土写実文学と一般に称され、台湾独自の文学分野が成立したと称されている。代表的な作家としては、王定数、勝利は、 小はじめ聖、李隆史、木春民などが挙げられ、北京語と台湾語の間に存在する障害、そして1970年代から1980年代に、かけて政府によりデータンな扱いを受けながらも、既存の文学を発展させながら発展させていった。1980年代になると、台湾の政治環境と社会は、大きな変化を迎えた。政治による制限が、 弱体化し、意図的に中国伝統文学の枠組みを打破し文化研究を主体とする数生の中、単純な題材を採用した政治文学と女性文学が誕生した。これらは単純な文学でなく確実に台湾の現状を描写しており、21世紀以降に広く支持された文学分野となった。1979年、 微霊島事件が発生し台湾の民主化が進行、白色テロの恐怖が過去のものとなり、1986年に戒厳令が解にされ、台湾における政治の自由化という時代が政治文学の成立の前提となっている。代表的な作家としては、高本林総夫、長大春が挙げられ、台湾の政治の停滞期から民主化に向けた、 政治意識の公揚の過程を描き、小石矛盾、国会式などの対立、そして、台湾の民主化への情熱を描写した作品が、発表されている。政治文学の最高傑作として評価されているのが、竜王代の、のびしゅである。卓越した手法で無政府主義に近い理念を描く、台湾の自力救済の潮流を生み出すと同時に、 台湾社会の逸脱を提唱するものであった。社会逸脱はその後の政治文学における代表的な描写方式となっている。1980年代になると女性を主題材とした女性文学が登場する。戦後台湾で女性は文学の重要な支持者であったが、純文学以外に純愛小説、形容小説など歌詞本業による 通俗文学の支持層で特に大きな比率を占めていた。講義にはこれらも女性文学に含まれることもあるが、競技では台湾の女性文学とは台湾女性の意識を表現した文学であり、改元霊解除前後に新たに登場したものである。女性文学作者としては、小佐、小霊皇、両明英李登などが挙げられる。作品は、 女性意識を強く描写し、男女関係の本質を問いかける内容となっている。伝統的な台湾社会で不公平な地位に、甘んじていた女性の地位に批判を加え、社会の理解と同情を獲得する内容となっている。従って、女性文学は、伝統社会と現代社会の過渡期を描写するものであり、その面では、 完全に自由な文学分野とは言えない面もある。実際に、女性文学は、時代とともに異なる様相を呈している。そうした中、総イテイ、天ュテンモン、タイラジ、シシンンなどの新旧作家が、女性の観点で、台湾社会を考察する作品を発表している。1990年代以降、台湾の文学は多元化の時代を迎えた。 既存の政治文学、女性文学、郷土文学、海峡文学を新しい様式として再構築したほか、インターネット文学やレーシリング文学を主体とする通俗文学が新たに登場した。また、台湾の本土化が浸透したことから母語を積極的に取り入れた、原住民文学、区伝文学、台湾語による作品なども重視されるようになった。 その中でも台湾語による作品がこの時代背景を最も体現している分野と言えよう。インターネットと務し、文学1990年代、長文、本文学あるいは、非平面印刷と称されるインターネット文学が台湾で誕生、急速に普及した。その後はインターネットを媒体とした文芸活動が台湾の主流となってきた。 一般的にインターネットは既存の文学の電波方式に変化を与えるものであると言われるが、文学概念の変化により、新たな文学領域を創出し、台湾独自の新文学を創出するに至った。またその迅速な電波性は、台湾の文学を世界中の過人社会に浸透させることに成功し、使えさ祭のペンネームで、第一次的親密接触を表した。 サイトもつね、ガノン不結婚孔を表した藤井寺を、はじめ、旧は刀、クジラ向き海などの作家の誕生を促し、さらに作品が活字化される現象をもたらした。また別の特徴としてはインターネットによる閲覧を、前提に短編かつ軽い内容のツトむし文学と、称される作品が主体となっている。代表的な人物としては、絵本作家育米、ごあわし女。 公文英、流洋、呉れ和歌剣などを挙げることができる。これらの作者の著作は文学評論家より国評をされることもあるが、現在では現代台湾を映し出す。文学作品として台湾の文学における重要な地位を占めるに至っている。また純文学に分類される都市小説作家である、楽井軍、各誉れ将、陳雪、アモリ、エンを、 林やカルトク、マイズルなども、通俗文学の影響を強く受けた作品を発表している。と豊洲伝統的な中国の詩を作ったツトムシ詩は、ツトムシ文学の別の形態である。台湾語作品戦後の228事件とそれに続く白色テロの時代、国民党の反響を国勢とする抑圧された統治社会の中で、 台湾本島の文学は抑圧の対象となり、生存空間が奪われた時代があった。1970年代以降、国際情勢の変化とともに、台湾の本土意識が次第に顕在化すると、郷土文学がその歴史の舞台に登場。台湾郷土文学論戦を経て、台湾語作品が登場する環境が次第に整備されていくことになる。戦後最も早く、 台湾語で死を表現したのは、林草原であり、続いて、紅葉が1976年より、台湾語の死の創作に着手した。1980年代初頭には、創作は雷、林広志瓶、孔津義連、陳明人、古民幸なども創作活動に加わり、戒厳令が解除された1987年以降は、政治的束縛の消滅と、 それに伴い抑圧されていた文芸活動が一気に放火し、様々な題材を用いた小説、散文、演劇など大量の台湾語作品が発表され、沈下みなり、リートム・ガン、小百輪、道寒袖、片明るい縫いなどの作家が登場した。しかし1990年以前の台湾語は試験段階にあり、その用事法が一定でなく、 作品も様々な方法で執筆されていた。1990年代になると、台湾語の用字法が次第に統一されるようになり、見慣れない真字や古字が淘汰されていった。これは、台湾語作品の読者層拡大の一つの要因となり、台湾の本土化が今後も進むと考えられる現在、台湾語作品はますます流星していくものと考えられている。 ありがとうございます。